大切な友や愛する人、家族との別れ、それはとても辛いものだ。これで成功してください。お願いします、もう一度。そんな悲しみを終わらせようと、一人の男がある薬を開発した。やった、成功だ。それは生物の死を治す薬、有限である人間の命を無限のものへと変える薬。この薬は人間の命の終わりだけでなく、社会でさえも大きく変えていくのだった。死が治せるようになるとどうなるのか。大丈夫ですか、ゆっくりでいいですからね。本当に生き返ってる、ロボットとかじゃないよね。ご心配をおかけしました。この優しい感じ、本物だ。創生薬完成させたのか。はい、諦めずに研究して本当に良かったです。ねえねえ、もし薬余ってるなら僕にも一つちょうだいよ。そんな気軽に渡せるわけないだろ。あ、大丈夫ですよ。実はこの薬は材料費2円で作りましたから。安い。自分これからこの薬の作り方を世間に公表しようと思ってたんです。大切な人を失う悲しみを誰にも味わってほしくないですし。いいのか、大金持ちになれるチャンスなのに。二人で話して決めたことですから。そうか、考え直した方がいいよ。そんなことしたら僕が将来お金借りられなくなるじゃん。友情失ったな、お前。死が治せる。そうしてシャチが開発した蘇生薬の製法は世間に公表され、瞬く間に世界中の人々の手に渡った。お、大丈夫か。まだ頭がガンガンするっす。病院は行った方がいいかもな。今回のオペは難しいので、一度死亡状態になっていただきます。お願いします。バイタル正常に停止しました。よし、今のうちに血管の縫合をしよう。終わりました。すぐ蘇生薬を投入してくれ。オペは成功だ。これであなたの病気は全てなくなりましたよ。ありがとうございます。このように蘇生薬を様々な場面で活用した結果、人々は死という恐怖から解放された。蘇生の有効活用。こいつか、もう限界だ。家に帰してくれ。僕たち死んじゃいますよ。死ぬわけあるか。蘇生薬を飲めばすぐ生き返るだろう。文字通り死ぬまで働けよ。まあ一生終わらないかな。な、あ、はあ。失礼。な、警察。一体何のご用ですか。こちらの会社の技術開発部にこの方はいませんか。こいつは、彼が何かしたんですか。数年前に起こったテロの実行犯を蘇生し再捜査を行った結果、彼の関与が浮上したんだ。ついてきてもらおうか。そんな奴がいたとは。いやー怖いな。お前の方がよっぽど凶悪だけどな。こういう蘇生の使い方もあるんだね。私は無実です。それ以外答えられません。随分と強情だな。仲間はもう口を割ってるんだぞ。じゃあ話題を変えよう。こんな話は知ってるか。蘇生薬が登場してから死亡者数がゼロになったらしいぞ。それがどうしました。いや、ただこんな時代に生き返らせてもらえない人間はどういう気分なんだろうなってふと考えてな。これはまだ発表されてないが、政府は新しい時代に合わせた死刑を施行しようとしていてな。死がない世界で本当の死を味わう。考えただけで怖くないか。今白状すれば終身刑か公衆一回で許してやるぞ。どうだ、全て吐く気になったか。申し訳ありませんでした。死のない世界。結局あの人黒だったんだ。捕まってよかったよな。他にもいろいろな事件が解決しているみたいだね。本当に平和になったよな。あれ、そういえば上司は辞めたらしいぞ。なんで。部長の定年が白紙になったらしい。あー、そりゃチャンスないね。あいつじゃどこへ行っても通用しないと思うかな。二人とも今日は営業に行ってきてくれ。はーい。ねえお二人さん、刺激的な遊びに興味ない。何させる気。サバゲーなんだけど実際の銃を使うんだよ。それ大丈夫なの。あー、もしかしてビビっちゃってるけ。なら高速具なしのジェットコースターとかはどう。最高に脳汁出るよ。いや結構だ。
なんかすごい過激な店増えたよね。だろ。こちらご覧ください。は？何これ。これはアウトだろ。でも政府公認って書いてあるよ。正気か。死の危険性がなくなったことで様々な規制が緩和された。とりわけ医療の発展に関する研究は当事者間できちんと合意がなされていれば罪に問われなくなったのだ。終わりのない地獄。ここどこだ。そういやなんか死んだ気がするが、まあいいか。そこの方、頼む、この点滴を抜いてくれ。は？そんなことしたらあんたが。できるわけない。そこをなんとか。わしはもう生きていたくないんじゃ。父様、そんなこと言わないでよ。父様が生きてるだけでうちの会社は安泰なのよ。父様は一代社長なんだよ。みんな父様だからついてきてる。リズムは僕がやるから名義だけでも会長に置いておいてよ。もう楽にしてくれ。お前らも早く一人立ち。もう年だから復活させてもすぐに寿命が来ちゃうな。まあでも薬投与すればまた少しの間だけ復活するし、あんな風に生かされることもあるのか。人のあり方。たんで謝るや。おめえこそ。あれはやりすぎだろ。このバカどもか。静かにしろ。は？おい、あんた何やってるんだ。あのままだと迷惑だろ。一回死なせた方がおとなしくなるだろ。なんでここまで平然としてるんだ。ペンギ、あ、いや、どうしたんだお前。サボってるのが部長にバレて半殺しにされちゃった。それでもやりすぎだろ。警察に。無駄だよ。人が死んでも無視されるんだしさ。これどう思う。少し過激になりすぎじゃないか。別によくね。そうそう、社会がどうなろうと自分は生きていけるんだし放っておけばいいじゃん。そんな考えが浸透していった結果、世界は荒廃してしまった。国民の皆様におかれましては、自分の身は自分の手で守っていただきたく思います。他人への無関心は国を動かす政治家にまで広がり、治安は一気に悪化してしまう。生きにくい。おい、あんた、その人奥さんじゃないのか。ああ、本当だ。気がつかなかった。大切な友や愛する人、家族との別れ、それはとても辛いものだ。息をしていない。蘇生薬はないのか。そんな悲しみを終わらせようと一人の男がある薬を開発した。持ち歩いてるよ。でももったいないし、いっか。は、それは生物の死を治す薬、有限である人間の命を無限のものへと変える薬。この薬のおかげで人間は死ななくなったか。だって今は手に入りにくいし、自分のために使いたいじゃん。人間はもう人として死んだのだ。お前ら残業するときよくエナドリ飲むよな。それがどうした。あれだけ飲んだら金めちゃくちゃかかるだろう。よく生活できてるな。次回、裏社畜飯。一食10円の節約術がヤバすぎた。俺たちが命削って働いてるのにようやく気づいた。さあ来たな、ゆうゆうゆうのコーナー。急にどうした。本編終わったら視聴者で別の動画に行っちゃうんだよ。だからおまけパートではコンプラでセンシティブなこと言ってもいいってこと。いや、ダメだろ。いいの、あちゃーもーめ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 ー。シャチ、お前もかよ。それじゃあ俺も期間限定でお正月ボイスを販売するぞ。マジかよ。期間は2023年1月1日日曜日18時から2023年1月31日火曜日17時59分まで。販売場所はプロットストアだ。詳しくは概要欄をご覧ください。限定販売だから今逃したらもう買えないかもよ。ブラ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 。ぜひみんな買ってくれな。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ペンギン、この仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。腹のパンダか。